Mà Việt Nam ベトナムは数千年前に極めて古い時期に形成された国家であり、そこはヨーロッパや世界の他の国々と異なる点です。それゆえに今日ベトナムの地に生きる人たちは一つの人生哲学を持っています。そしてそれはことわざや詩として語り継がれ、その後ベトナムの文学として実を結びました。我々の国は小国ですから、外国の侵略や厳しい自然条件の下で常に不屈の戦闘精神を持つことを求められたのです。国土の主となり自然の主となるためには民族が一つにまとまり団結しなければなりません。聡明で創造的でなければなりません。また全ての民族と友好的な関係を保たなければなりません。ベトナム人とはそういう民族なのです。ですからベトナム人の行動哲学の核心は愛国主義であり、国民や祖国を愛するということがまず第一にあるのです。それが我が民族に奇跡をもたらした原動力であり、全ては人々の持てる力にかかっているのです。私はベトナム民族の子です。私は愛国的な農村家庭に生まれ、 4,5 歳の頃からフランスがどのように我が国を侵略したか、またどうしたら我々はフランスを打ち負かせるかという話を毎晩のように両親から聞かされて育ちました。そんな幼い頃からフランスに対する戦闘精神を叩き込まれたのです。その頃から子供向けに書かれた愛国主義の書物を読んで育ったようなものです。好きな古い詩があります。シーラン・ソウを撃退し、爆弾剣を殲滅せん、爆弾剣を殲滅せん。これらの詩に私の心は熱くたぎり、フランスを打ち負かそうと考え、そして14歳で革命に参加したのです。胡主席は私に、君は記者としてたくさん文章を書いてきましたね、でもこれからは軍事のことを考えてほしいと言いました。そして恐れることはない、人間さえいれば銃などなんとかなる、人間が先で銃は後だ、人間さえいれば全てが手に入る。これからはバン君は、バンというのは私の呼び名ですが、ファン・バントン君と二人で大衆をベトミンへと組織してくださいと。私はタイ、ヌン、マンなどの少数民族を組織しに行きました。だからベトナム語やフランス語ばかりでなく、ホーモンやタイ、ザオの3つの少数民族の言葉をしゃべることができます。私は同志たちと共に少数民族の言葉で彼らと話し、組織を拡大していきました。こうしてベトナム全土がベトミンに組織されていったんです。そしてドイツや日本と戦ったんです。もちろん日本というのは日本のファシストであって、あなたのような日本人ではありませんがね。それはホーチミン主席に聞いてください。でも主席はかつてこう言ったことがあります。人民に依拠すれば必ず勝利する。
戦いは必ず勝利すると。おそらくホーチミンは、私はまだ若いのに、頭の中では国のため、人々のためだけを考えていると感じたのではないでしょうか。私たちは中国国境の洞窟で一晩中語り合いましたよ。その時ホーチさんが私に言ったのは、バン君、仕事をするということは全て民のため、国のためなのだよという言葉でした。実際私の一生は国民のことや国のことで明け暮れました。それで法主席は私を選んだのだと思いますよ。高いモラルがあってこそ才能が生きるのです。モラルを失えば害になるだけです。選挙で選ばれた私たちの政府はフランスと交渉し平和的な関係を結びたいと願っていました。しかしフランスはそうではなかった。ホーチミン主席は言いました。我々が譲歩すればするほど彼らは高飛車になって我が国を奪おうとする。だから我々は立ち上がらねばならない。奴隷になるよりは全てを犠牲にした方がマシだと。フランスは再びベトナムを植民地にしたいと考えていました。フランスの名将のルクレール将軍がベトナム南部に来た時の言葉はここらで戦争ごっこでもするかだったんです。要はベトナムに軍隊などないのだから何ら問題はないと言いたかったのです。しかし彼は前言を訂正しました。我々はほんの数人のゲリラと戦っているのではない、一つの民族を相手に戦っているのだと。将軍は状況の変化にようやく気づいたのです。ホーチミン主席は言いました。勝利が確信できるなら戦い、それが怪しいなら戦うべきではないと。私たちは勝利を確信していたからこそ戦ったのです。ディエンビエンフは後方の拠点から700キロ近くも離れていたので、ベトミンは補給ができないとフランスは読んでいました。しかし我々は補給ができました。たくさんの人を動員し、自転車に荷を積んで補給を続けました。最初20キロ積んだ米が着く頃には1キロに減っても何万台もの自転車で輸送したのです。帝国主義者はいつも我々を甘く見ていましたから、彼らは敗北したのです。前線から戻り馬から降りるとホーチミン主席は私の手を取って言いました。勝利を心より祝します。しかしこれは最初の一歩に過ぎない、今度はアメリカだと。アメリカは1950年からベトナム問題に干渉していました。ディエンビエンフの時にはアメリカはすでにフランスに武器を供給し、戦費の 75% を負担していました。だからこそアメリカはベトナムに干渉してきたのです。ジュネーブ協定によれば2年後に総選挙を実施して統一を成し遂げるはずでした。しかしアメリカに実行する意思はありませんでした。ホーチミン主席も私たちもアメリカは選挙を実行しないばかりか南部に干渉してくることも分かっていました。フランスのドゴール将軍はこんな発言をしました。我々は初めて敗北を喫した。アメリカに対してもベトナムへの干渉はやめるよう進言すると。しかしアメリカの返答はこうでした。いやそれはおかしい。フランスと我々は違う。我々は巨大な経済力と軍事力がある。だから必ず勝つと。アメリカは B-52 でハノイを爆撃すれば必ず勝てると踏んでいました。しかしホーチミン主席はいつも言っていました。もしハノイ上空で B-52 爆撃作戦が失敗すればアメリカは敗北する。それで私たちは B-52 を撃ち落とす方法を研究したのです。
ホーチミン主席は日頃からこう言っていました。南部はいつも私の心の中に息づいている。ベトナムは一つだ。ベトナム民族は一つだ。川は干上がり山は崩れることがあるかもしれない、しかし真理だけは決して変わることがないと。ホーイさんは南部へ行きたかったのです。アメリカとの戦争中に遺書の中にもこんな文句があります。どんなに犠牲が大きく困難であっても勝利の日まで戦わねばならない。アメリカとの戦いは必ず勝利する。そしてこんなことを言っています。山があり水があり人がいる。勝利の日を迎えたら建設しよう。今より10倍も美しく。我々同胞がホーチミン主席の死を嘆き悲しんだのは当然のことです。確かあの日は雨でした。老いも若きも男も女もみんな泣きました。天もベトナム人と悲しみを分かち合っているようでした。我々はアメリカがベトナム問題をハノイでではなく北京やモスクワで解決したがっていることも分かっていました。私に言わせれば今さら外交で取り返しがつくことではないのです。ニクソンが中国とモスクワを訪れる直前に中国の同志たちが我が国を訪れました。中国やソビエトは我々がもうアメリカと戦えないのではないかと心配していたのです。次に私が中国を訪問した時には中国の指導者から北部さえ確保しておけばよい、南部の解放は100年後だと言われたのです。ソビエトに行って援助を要請するとソビエトの政治局員からはこう言われました。アメリカと戦おうとおっしゃるが、あなた方は一体歩兵や戦車、戦闘機、それぞれどのくらいお持ちなんですかと。それで私は答えました。かつてヒトラーを打ち破ったソビエトの軍事理論は大変素晴らしい。しかしもし我が国がその通りに戦ったらおそらく2時間も持ちません。ベトナム独自の理論で戦って初めて勝利できるんです。だからホーチミン主席もこう語っています。自らの力で戦ってこそ自らを解放できる。また戦ってこそ自らを解放できる。まずは自力でやることだ。当時私たちは徐々に外国からの援助を削減していきました。かつての支援国には心から感謝しています。しかし最後に攻撃を仕掛けた当時には慎重にやった方がいいんじゃないか、アメリカを見込めるのもほどほどにしろという人もいたのです。それで私はこう答えました。はいはい、わかりました。しかし私たちは自主独立のためにやはり戦います。ベトナムは全ての人と良好な関係を築き、アメリカ国民やフランス国民、世界の人々の支持を得て、何としても独立と統一を勝ち取るのです。4月30日、あなたはどこにいたのですか？何を感じられましたか？とよく人から尋ねられます。その日私はハノイの大本営にいました。大本営は国防省の中にあり、政治局や中央軍事委員会もよくそこで開かれました。当時私たちは前線と頻繁に連絡を取り合っていました。朝の10時になって私たちは人民軍の戦車がサイゴンの独立宮殿に突入したという第一報を受け取ったのです。その後独立宮殿に解放機が翻ったという正式な報告を受け取りまし
đã đi vào それは11時のことでした。 đến 11 giờ thì là treo cái cờ trên 伝聞はこうでした。我々の旗が傀儡政権の大統領官邸に掲げられ、我々の目の前でズワンバン民が降伏したと。その時我々全員党書記長からファン・バンドン首相、私、全ての政治局員全員がハノイの大本営に顔を揃えていました。その時の喜びの瞬間というのはとても口では言い表せませんよ。みんな涙をこぼさんばかりに喜んでいました。そして私たちはホーチミン主席に思いを馳せたのです。今こうして話しているとますます思い出してしまいます。大勝利の日に法王子さんがいるようだという歌ができたのはこの時なんです。周囲の建物からも喜びの声が聞こえました。ハノイでは歓喜の声は日が暮れるまで続きました。私が車でハノイの街に出ると大変な人手で車を走らせることができず歩いていかねばなりませんでした。その時は市民がみんな通りに繰り出していたからです。私の軍人としての人生においてその時が一番幸せな瞬間でした。若い頃革命に目覚めフランスを打ち負かしたいと決意した時から抱いていた夢がようやく実現したわけですから、それは一番嬉しかったですよ。私が申し上げたいのは、ベトナムという国が生まれた時からそれは一つだということです。独立と統一とは切り離せないものなんです。北部の同胞も南部の同胞も共にホーチミン主席と共産党のもとに心を一つにして祖国の統一に向けて戦わねばならないということです。確かに南部を直接指導したのは解放戦線ですが、しかしあらゆる面で統一を指導したのはホーチミン主席と我が党です。だから南部の人々は皆ハノイを仰ぎ見たのです。それでこんな詩が生まれました。剣を手に大地を開きし時より1000年、教習いざなうハノイの都、アメリカと戦うために払った代償は甚大なものでした。我々は何百万もの軍人を犠牲にしましたが、独立と自由ほど尊いものはないのです。独立と自由はそれらの犠牲よりも貴重なのです。しかしそのために命を捧げた英雄たちに対する血の償いは未だに果たされてはいません。我々には国民を幸福にし世界に平和をもたらす責務があるのです。我々は豊かで強い発展したベトナムを建設しなければならないのです。当初はさまざまな困難に直面しました。しかしその後私たちは人民に依拠するというホーチミン思想に基づきドイモイ政策を実行に移しました。人々に主人公となる権利を委ね共に国家を建設するというものでした。まあドイモイ政策とは具体的に言えば農民に土地を受け負わせる制度です。これによって企業は国営でしたが農民の生産意欲は上がりました。ドイモイ政策が始まったのは1986年からですが、それ以前は食料が不足して米を輸入しなければなりませんでした。しかしドイモイからわずか 1,2 年で
世界でも2位か3位の米の輸出国に転じました。それは極めて大きな勝利でした。ソビエトや社会主義諸国が崩壊した時、ベトナムもきっと破綻するだろうと見られていました。しかしベトナムは崩壊しませんでした。ベトナムはしっかりしていたばかりでなく、さらに発展を続けています。しかし我々は共産主義者ですから、常に現実的に考えなければなりません。確かに我々は大きな勝利を収めました。しかしベトナムは今も相変わらず発展途上国であることに変わりはありません。諸外国と比べれば生産性も低いし、国民所得もまだ劣っています。インターネットを使いこなせる人間もアメリカや日本と比べるとごくわずかです。ですからもっと努力しなければいけませんし、それが21世紀の我々の責務だと、これからの1000年間の責務だと思っているのです。あるジャーナリストから質問されたこともありますが、私にはまだお会いするチャンスがありません。彼は私にクリントン大統領のベトナム訪問をどう思いますかと聞きましたが、私はクリントンは個人的にはベトナム戦争に賛成ではなかったし、それが誤りだとも考えていた。しかしアメリカ大統領としての立場となるとそれは別問題だと答えました。いいかというと、今回の訪問がアメリカとベトナムの関係を強化し、それがこれからも進展すると思うからです。ベトナムの指導者と青年との間には意見の隔たりがあるのではとも聞かれましたが、そんなことはありません。まあ全て一致している方がおかしいでしょう。中国とベトナムは昔からいろいろなことがありました。例えば元とは激しい戦争を通して付き合い方を学びました。現在だったらアメリカとの間で、もしアメリカが穏やかな態度でやってくるなら我々も穏やかに当たります。私たちは穏やかな付き合いを欲しているし、その方が我々にとっても世界にとっても平和だからです。キューバに対しても同じです。ニカラグアに行ったことがありますが、その時も友好的な関係を保ちました。政治や社会の制度の違いで付き合い方を分けたりはしないのです。誰もが生きる権利や幸福を追求する権利を持っていると考えれば、お互い理解し合えるはずです。広く寛容な心を持って、小さな相違にとらわれたりしなければ皆団結できるのです。我々は引き続き民族の団結を図る政策を実施しています。団結、団結、大団結です。そして団結を守っていくためには民主的でなければなりません。ホーチミン主席はこう言っています。主人公は人民であり、政府は人民がその権利を行使するための公僕、つまり人民のしもべに過ぎないと。それは言うは安いけれど実行は難しいことです。情報や知識が全ての人々に行き渡り、人々の知的レベルが向上し、愛国精神が増し、科学技術の成果が国民のものとなっていくよう一歩一歩実現していかなければなりません。もし革命は自分たちに権利を与えてくれたと人々が感じることができるなら、皆団結するでしょう。つい最近、党と政府は決議を出しました。それによれば高度な科学技術を重視し、現状打開の突破口として情報技術 IT を高く位置づけています。
中でもソフト開発を重視し、ホーチミン市にはソフト開発のセンターがいくつもあります。またハノイにも IT センターが設立され、青少年の教育に IT を取り入れることになっています。その一方で愛国的な精神の教育にも力を入れており、戦争で亡くなった人々を忘れないようにするための運動を行っています。また文化面では勝利を歌い上げる昔の曲もきちんと歌うように働きかけています。私たちは青年に戦争中の歌を忘れないでいてほしいと思っているのです。戦争中の英雄が果たした伝統を受け継ぐ努力をしながら、経済、文化、科学技術におけるどいもいを推進しているのです。人間はこの世に生まれ落ちたからには、誰もが生きる権利、自由平等を享受する権利、幸福を追求する権利を持っています。私は全ての民族が共に戦い、強い経済力やインターネットなどあらゆる技術を使いこなし、そして歴史に学ぶことを切に願っています。私のディエンビエンフーという本には冒頭にディエンビエンフーは繰り返すという一文があります。つまりどんな侵略であっても結局はディエンビエンフーの運命が彼らを待っているということを言っているのです。賢明であれば必ず世界のどこかで抵抗が火を吹くと分かるはずです。小さな民族に害を与えるなら、結局その刃は権力を握る者自身に返ってくることになるのです。権力があったら何をしてもいいということでは決してないと、私はそういうことを教えたかったのです。よく聞かれますよ、将軍はどうしてそんなに健康なんですかと。私自身分かりませんね、何と言ったらいいのか。一つは頭の使い方です。私個人のことはほとんど考えません。常にリラックスしてくよくよ考え込まないようにしています。明日はこれ、国のため、人々のため、社会のためということしか考えません。小さいことでも大きいことでもいい、どちらも仕事は仕事ですから。寝ても覚めても気持ちは常に平静ですね。悩みなんか一つもありません。私によくしてくれた人には感謝しますが、よくしてもらえなくても気に留めません。個人的な問題で頭を悩ましたりしないのです。それが一つ。もう一つは体を動かすことです。でも周りの人間から批判されることがありますよ、仕事のしすぎだとね。Bác có phải là một giáo sư không? Không phải. Are you just a grandfather? No, not official. Official? No. No official. General job.This is General Jap. Oh, General Jap. Yes, yes. Very glad to meet you. Really? Yes, yes. Oh, somebody have a camera? Yes, I do. My camera. Okay, you take a picture of me. American. 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 Oh. Bước vào thế kỷ 21, thiên niên kỷ thứ ba, nhân dân miền Nam gửi đến nhân dân thế giới.thông điệp hòa bình và hữu nghị. Nhân dân các dân tộc trên thế giới hãy đoàn kết nhau lại, đấu tranh cho một trật tự thế giới mới, hòa bình và an ninh.
dân chủ và bình đẳng. Vì thì độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc của các dân tộc, của mỗi người và của mọi người, của thế hệ ngày nay và các thế hệ mai sau trên hành tinh mãi mãi sinh tồn của chúng ta.